はい、ビッグレンズのソシャック面です。ときめきメモリアル2のね、続きをやっていこう。デートをね、して断られるとストレスが溜め込まれてって、これちょっとやばい状態ね。気づいてなかったからね、しかも。なので休ませよう。20代なら大丈夫かな。じゃあこれでちょっとデート誘っとくか。なんかちょっと他の子を変に誘うよりは、なんかある程度懐いてる、懐き度が高そうな子を誘った方がいいのかな。ひかりちゃんかなって言ったら、日本です。ごめんね、今外出中なの。え、マジでそんなのあんだ、外出中とか。要件のある方はピースという発信音の後にメッセージを入れてね。デートの誘い入れるの、まさか入れないか。ひかりいないみたいだな。これはストレスとか大丈夫だね。え、ちょっと待って、他の子じゃあ誘う。赤いホムラ誘っとくか。で、どこ行くかだな。この子はなんかゲーム以外興味ないような気するんだよね。どうだろう、ゲームに近いものとしてボーリング場なら行ってくれるかな。5月5日にボーリング場に行かないか。行く。遊びの誘いはどこだって OK だぜ。あ、やっぱ遊び場なら大丈夫なんだ。いいね、忘れんじゃねえぞ。次の日だけどな。で、まあデートだね。遅れたぜ。いや、てかさ、雨でべちゃべちゃになって、ちゃんとあの髪の毛とか水かかってんの、すげえ。俺も今来たところだから、じゃあ行こうか。傘さしてこいよ。ボーリングってやっぱ人気があるんだよな。単純なスポーツだからな。私も嫌いじゃないぜ。好きでもないけどな。好きでもないんだ。俺もそうだけどさ、やり始めると結構燃えるんだよ。入れていくか。お、お、一投目でこれか。早くもパーフェクトの夢が。その手は何なの。で、これはどれかな。結構今回はさ、本当選択肢が難しいんだけど、まあこいつは多分これだろうね。パーフェクトか。赤井さんらしいな。だろう、来るたんびに狙ってんだ。ボーリングにおける私の夢だぜ。割と良い印象を与えた。よし、楽しかったぜ。やっぱこうでなくっちゃな。つか雨、土砂降りの中普通に。さて帰るか。じゃあまたな。電話めっちゃかけれるな。もう電話かけまくってデートの回じゃない。ひかりちゃんどうだろう、動物園行ってみてんだ。大丈夫みたいだよ。おし、ストレスだいぶ下がったんで、茶道やっとくか。お、なんだ、電話がかかってきた。もしもし。お、あれ、ジュンか。どうしたんだよ一体。あの、実はだな。どうしたんだよ。俺、え、何、告白してくる。水月さんのこと好きなんだ。すげえ、そういう展開あるんだ。そうなんだ。でも俺どうしたらいいかわからなくて。え、じゃあ取り合いになることもあり得るってことでしょ。俺に聞かれてもな、青い髪のセフィロスのことなんて。そうだよな。元気出せよ、ジュン。デートに誘うなり、いろいろ頑張ってアタックしてみるよ。そうだな。すまん、こんなことで電話して。これ、自分が仲良かったらどうなるんだろうな。いいっていいって。じゃあ頑張れよ、ジュン。ああ、じゃあな。こんな取り合いになるの。ジュン、すまない。あ、でもすまないっていうことは、こいつちゃっかりやっぱ狙ってるんだな。でもそのことを告げなかった。なんて悪どいんだ。ソシャック面汚い。とりあえず光とデートだ。よし、ちょっと早く着いたかな。光、お待たせ。あー、なんかまたなったな、この
変な CD がなんか僕間に合いませんって出てくるやつ。ここの動物園っていろんな動物がいるよね。うん、そうだね。どんな動物？珍しい動物とか新しく入ったかな。新しく入ったかなって、どうだろう。じゃあ確かめに入ろうか。ああ、見てあれ、案外可愛いんだな。何の動物？何これ全部違う動物なんだけど。小さいモルモット、オオトカゲのくせにこっち見てくる。アライグマって動き、これかな。かわいいよね。本当に食べ物洗ってから食べるんだね。おし、トカゲとかは何だったんだ。割と良い印象を与えたみたいぞ。今日はとっても楽しかった。また誘ってね。きっとだよ。おし。ねえ、よかったら途中まで一緒に帰ろう。なんだなんだ、ソさんでなんかほっぺた若干ピンクになってる。あ、さくらさんどうしたの。さくらかえでこさん、あの国語の教科書貸してくれる。なんだそれ、それでそんな、なんのピンク色に。この間も忘れてなかったっけ。そうなの、どうしちゃったんだろう。これって病気かな。え、病気のヒロインなの。まさか、ただの気持ちの問題だよ。わかんねえぞ、病気かもしんねえぞこいつ。そうか、嫌いだから忘れるんだね。いや、お前のその髪型も含めて病気だ。そう、はっきり言わなくても。そろそろ、ただこいつめんどくさいけどやった方がいいよね。めんどくさいけどつったらあれだけど、全然デートできてねえからな。どう考えても動物園なんで、ちょっと動物園誘ってみよう。ダメか。その日は部活のある日だ。あ、失敗した。部活があるんだった、クソ。さて帰ろう。あ、赤井さんだ。誘うか。で、変な名前に誘うとダメなんで、こう普通にね、赤井さん。なんだお前かよ。もう髪が、呼んだからには用があるんだろうな。もう髪がなんか尻尾みたいに長いのがいいな。よかったら一緒に帰らないか。つまんねえようだな。なんかおごってくれるんならいいぜ。いや、こんなホムラちゃんは嫌だ。じゃあどっか寄って帰ろう。じゃあちょっとここで一回ちょっと容姿磨くか。デートちょっと誘えてないんだけど、これ多分誘ってもなんかの点々点ってなんでしょ、当然ワンだとそういうのあったからね。今日は体育祭だ。さて、どの競技に出ようかな。あー、サボるもあるんだ。あ、何、騎馬戦とか面白そうじゃない。騎馬戦、あ、チームメイトを探さないと。おい、匠、あ、こいつと組むの。いやあ、どうしたの。これ絶対女の子でしょ、この子。別にいいよ。騎手になってもらって、次は騎馬戦3期編成のチームでの戦いで、チームの大将を倒した方が勝ちです。あなたの騎馬は大将です。相手の攻撃を避けつつ、味方の動きを見ながら敵の大将を打ち倒しましょう。え、ミニゲームになってるの。どうやってやるんだろう。え、何これ何これ。操作説明読みますか。はい、何もしなくても前へ歩いていきます。ああ、はいはい。丸ボタンを連打すると走る。バツボタンを押しっぱなしにすると、あ、はいはい、バツでバックで丸で貸すのね。あ、方向キーで向きを変えれると。で、視界内に敵が来たら丸ボタンを連打して攻撃しましょう。ああ、勢いよくぶつかればぶつかるほど相手の体力を減らすことができる。へえ。スタートボタンで次の画面へ。がっちり守って頼りがいがあるところも女の子に見せないとね。人形ってやばくない人形ってなんだよ。ちょっと待って、防御型、味方の牙は常にあなたの牙を守る。あ、他の仲間たちがいるのね。で、攻撃型、味方の牙が一丸となって、敵の大将に突進します。分散攻撃型、
あ、おのおの独自に敵を倒しに行く。あーどうだろう、最初防御型でやった方がいいかな、ちょっとよくわかんないから。味方は赤組です、敵は白組です。すげえな、ポリゴンめっちゃ使ってるな。オッケー、じゃあこれで、え、なにこれ、どうやってやんの、え、めっちゃ見づらくない、ちょっと待って、そういう感じ、え、超むずくないこれ、連打だ、わあ、ちょっと待って、視点がさ、ちょっと見えない、いけ、連打だ、ほら、結構むずい、いて、どこ行った、敵が見えない、これさ、視点変えれないのかな、これレーダーだよね、追いかけろ、逃げ、めっちゃ逃げてるこいつ、ほら、とにかく連打だ、よし、倒したぞ、いて、ちょっと待って、どこにいる、え、なに、あ、勝った、これ自分の視点なんだな、上から見下ろしかと思ってさ。今日は大活躍だったね、見ていて最高って感じ。あ、いたんですか、えへへ、照れちゃうな、カエデコいいね、カエデコ誘うか、ひかりちゃんとデートしたし、カエデ、まあ、この辺もこいつもちょっとやばそうだけど、このよし、ところに電話くれたね。ところで何？いいところに行ってどういうこと？とりあえずこの日は雨降ってるみたいだな。雨降ってても大丈夫な。なんか動物園か。動物絶対好きだと思うんだよな。カエデだし。どう？バッチリ OK だよ。結構フラグ立ってんなこの子。よし。うん。忘れずに来てね、絶対だよ。動物を見に行くか。帰ってゲームだ。あ、ジュンだ。え、男キャラもこれ一緒に帰ろうって誘えんの、めっちゃウケる。おし、誘う。どうやって誘う？あ、そう、呼び名とかできないんだ。ジュン。お、なんか持ってるぞ、変な棒みたいな。あ、今は帰るか。あ、一緒に帰らないか。あ、いいぜ。ちょっと今日の宿題で教えてほしいところがあったんだ。おお、そんな展開？ああ、真面目だな。楽しく下校した。え、これ男キャラとも仲良くなれるな、これきっと、下手したら。おし、ああ、桜子とね、楓子か。楓子と出てしょ。ここよ、この曲もやばいよね。ずいぶん早いんだね。待たせちゃったかな。うん、それより会えてよかった。待ち合わせ場所違ってないか心配だったの。あれ、このさ、ピンク色になってるのって、あれじゃない、なんか好感度めっちゃ上がってない、なんか知んないけど、この子、さくらさん気遣ってくれてるんだな。違ってなくてよかった。じゃあ行こうか。この子を攻略対象にはしてなかったんだけどな。ここの動物園、今日は屋外はやってないみたいな。まあ雨降ってっからな。そうなんだ。でも屋内は入れるんでしょ。早く入ろうよ。雨の動物園は臭いぞ。知らんけど。見て見て、あのトカゲ、すっごく面白い顔してる。なんかちょっと顎のとこ変だったけどね。なんだかさ、俺に似てない？まるで油トカゲのように。変な顔でかわいそうだね。悲しい時に見ても笑えるね。いや、これ難しいな、また。これか、油トカゲにすっか。油トカゲじゃない。嘘、そんなことないよ。あ、これ良かったんだよね。割と良い印象を与えてみたぞ。よし。それじゃ一緒に帰りましょうね。お、いいないいな、こいつと仲良くなったな。最悪この子でもいいね。あの、なんだっけ、メインヒロインが意外となんかなびかないので。帰ってゲームだ。すっげえ雨降るな。あ、光だ。よし、誘う。こ
これさ、呼び方どうする？いつも光って呼んでたか。あ、下手にやんない方がいいんだって。これ光でいいや。光、お、なんかすげえ傘。はっ、釈迦君、私も帰るところだよ。これでも全然懐いてない気がするな。あ、ごめん、今日はダメなんだ。お、マジか、全然懐いてない。一回見よう、教えてもらおう評価を。うん、こんな感じだよ。ひかりちゃんは大して懐いてなくて、みなつきとやっぱこのことぶきがちょっとこの顔がやばくなってて、なるほど。え、でもかえでこも別にそんななんかときめいてる感じじゃないな。女の子の情報教えてくれよ。うん、いいよ。で、誰のこと？これ伊集院来てえな。よし、了解。ちょっと待ってね。あ、あったあった、よく聞きなよ。こんな感じだよ。角みたいになってんな。10月28日生まれで、はいはい、電脳部にいるんだこの子は。あー、なるほど。てかこれ同じ部活に入ってないと仲良くなれないとかあんのかな。なかなかのサイズだな。赤井さんと仲悪いって、じゃあ仲良くしてたらこの子とは仲良くなれないのか。あ、さくらさんだ。おーい、さくらさん。あ、これから体育なの。さくらさんのそんな姿もいいね。見るのはやめてよ。バレちゃうじゃない。バレちゃう？何が？え、何？なんか服着てないとかあるの？下着とか。え、何がバレるんだ？まあ、意地悪。え、何何何、全然わかんない。あの調子じゃきっとダイエット中だろうな。あ、お腹が出てたとかそういう感じか。なんだそのね、なんか知らんうちに仲良くなってんな。でもさ、毎回このさ、帰ってゲームするぜなのがウケるな。なんかもっとバリエーションないのかな。あ、白雪さんだ。うん、こいつも誘っといた方がいいかな。普通に誘おう。白雪さん。あら、何の用ですか？いや、もうその髪やばいから絶対それ、ホッカムリみたいな。一緒に帰って。ちょっと待ってください。お、占ってみます。いや、それも占うの？はい、ご一緒します。え、どういうこと？この子やばいな。伊集院にちょっと電話かけようか。伊集院に嫌がらせの電話ではなくデートの誘いをしよう。もしもし、伊集院さん、伊集院さんのお宅でしょうか？うん、メイなのだ。あ、伊集院さん、そうだけど。うん、邪魔か。せっかくだが、貴様と話している時間は少ないのだ。同じじゃんこれ。あのさ、あ、でも誘えるんだ。いや、別に用はないけどっていうふうにはできないんだね。なるほどね。この子はなんか電脳部ってことはゲームセンターとか好きじゃないか。いや、わかんないけど。ゲーセン行かないか。たとえその日が空いていようが、社会見学に付き合ってやるほど暇でもないのだ。あ、なんか、くそ。ダメだった。そういえば今日は光の誕生日だったな。で、プレゼントあげよう。よし、プレゼントを渡しに行こう。何プレゼントしよう。ガラスの置物じゃないか。さて、行こう。お、これ家か。すげえ。金持ちね。釈迦くん、どうしたの？よし。光、今日は誕生日だろ。これ誕生日プレゼント。嬉しいな。あ、中に入ってね。お。あ、うん。お、家入れてもらえるの？やったしょ。プレゼント開けてもいいかな？お、すげえなこの展開。うん、どうぞ。わあ、最高！前から欲しかったの。おお、やったやった。よかった。すごく喜んでくれてるみたいだ。結構無防備な格好してたな。え、みなつきさんは誘えると思うんで、そうとか。はい、みなつきです。申し訳ありませんが、現在留守にしております。いなかった。
ご用件のある方は発信音の後に伝言をどうぞ。リアルになったね、この不在のパターンがあるっていう。これ見てなかったな、情報誌。やべ、プライベートライオン、君はもうライオン軍曹に出会ったか。これ見てえなプライベートライオン見て、ちょっと映画に誘おうぜ、誰かを。誰か絶対来そうなやつにしたいな。カエデコかな。でもカエデコは戦争映画とか絶対見ないと思うんだよね。こん中で見そうなの逆に赤いホムラじゃない。でもこいつなんかそういうなんかじっとしてるの無理っぽい気がするし、いやー誰だろう、こいつ逆にこいつ映画好きだったりしないかな。いやそんなことありえないか。でもこいつ誘わなくていいかな、もう。くそ。ということでね、そろそろ時間になってしまったので、今日はこのぐらいにしておきたいと思います。じゃあ、またな。